税金はどうなるの？経費計上ってどこまでできるんですか？お金の管理ができない人は事業の管理ができない。時間とお金の管理は大前提。それやってました。自分がいくら使ってて、雨で得た収入で必要で回ってんのかとか、お金のやりくりができなくなっちゃう子がいっぱいいるわけ。分からないうちになくなってっちゃうんです。いや、それ使ってるからだろう。それができてないと結果は出ないと思う。人間関係にも出ると思うんで、ほっとくともったいないです。